おい、なんか派生で出てきたイケメン。あなたをイケメン化するとって。僕イケメン化しちゃうのこれ。なんか見たことあるんだ。真ん中の、真ん中のやつなんか見たことあるな。なんか捕まったような気がするけどな。30円のやつだっけなかなんかあの診断の名前このままなってるし。やべやべやべ。コロンね。よし。やっていきましょうか。じゃあ、イケメン化すると。まあちょっとな、僕イケメンだからな。イケメンだからしょうがない。でもイケメンであっても困ることとかもいっぱいあるからね。そういうのも見ながらやっていきましょうか。はい。こう来ました。質問。 イケメンになったら何したいアイドルになりたい壁ンしたいナ <laughs> ンパをしたいとにかくモテたい ?YouTuber ーーになりたい素敵な彼女を作りたいいろんな人を抱きまくりたいバレンタインにたくさんチョコをもらいたいナンバーワンホストになりたい紐になりたいまあ、どうだろう上から見てこう。アイドルになりたいわな。あ、まあでも、わかる。イケメンになったらアイドルになって、仮にだってそっからモテることもできるしね。全然アイドルでもいいけど、もう下のさ、壁ンって意味わかんなくない壁ンに。 関してそこまで別に壁ドン求めてないだろ。なんならブサイクでもできるだろ、壁ドン。女性に嫌われちゃうのかなナンパしたいとか、とにかくモテたい。もう、これは似てるね。まあ、YouTuber になって、イケメンじゃなくても YouTuber にもなれるけれども、まあ、モテそうだね。そう、みんなに知られてもらえるから、え、この子かっこいいみたいな、チャンネル登録するって言って、ね、え、かっこよくってチャンネル登録でもいいな。言われたい、やられてほしいな、なんろう素敵な彼女を作りたい。まあせっかくのイケメンだから、まあどうだろうね。 作りたいその下の欲望にやっぱりやられてしまうではないでしょうかと私そう推理します一人の彼女を作るのであればさ <laughs> えだって別にさ、顔かっこよくなくでもさ、素敵な彼女作れるよそれは逆にひどくないなんか、イケメンじゃなかったら素敵な彼女作れないみたいなさ、そういうの良くないと思うんだ僕は。うん、いろんな人を抱きまくりたい。これだったらまだイケメン許せるわ。ちょっとブサイクがそれ言われるとさ、歯を前イめてんのってなるけど。抱かれてもいいみたいなね。まあわかるわ。っていうくらいのね、ぐらい、ちょっと抱きまくりたいっていうのはわかる。バレンタインにたくさんチョコもらいたいわ。まあちょっと小学生だな。小中学生かなちょっとな、憧れちゃうね。 チョコもらったことない人が言うパターンのやつやからね、これね。えー、ナンバーワンホストになりたい。めっちゃ稼げそう。めちゃめちゃ稼げそう。あでもその上が、さらにグレードアップがいるのね。紐になりたいってやつ。これね、イケメンになったらワンチャンね、そう大富豪のね、株式会社の社長の、社長霊長とかと付き合えることもなるかもしれんからね。紐、いいですよ。ホストだって頑張んなきゃいけないもんな。頑張らなきゃいけないから、もう紐なんかだって頑張んなくていいよ。紐 <laughs> だから。飯食ってればいいよ。だから いや僕やったらでもいろんな人を抱きまくりたい。ちょっと抱きまくりたいよかあるなぁ。イケメンだからこそできる。なんならこの活動をね、この活動は僕やってるからだ 抱けない可能性ももしかしたらあるかもしれないけどその可能性はあるいろんな人を抱きまくりたいはい次行きたいと思いますいっぱい該当するのがあるなんかこの中であなたに一番当てはまるものを直感で選んでね好きになるとぐいぐイいく口下手プライドが高い包容力がある自由奔放っていうのこれ裏表がないナイーブ甘え上手うぶチャラい世間知らずどれもピンとこないあーちなみにみんなはどれみんな的に僕の裏表がない <laughs> 裏表 表がないやっぱそうだよね。やっぱそうなっちゃうね。やっぱね。甘い上手。ああ、まあわかるわかるわかる。おい、チャラいっていうのやめろ、チャラいっていうの。チャラいっていうのコメントね、あえてね、読まないから。口下手もね、読みません。このコストのコメントな何ああ、一人ぐらいいたね。そのコメント一人ぐらいいたけれども、まあまあ無視しよう。一、ね、人だから、たったの。たった一人。たった一人だけやからね。まあそれ気にしないとし自由奔放おいやいやいや。お前、それ猿っていたやん。俺はお前、猿って痛いたお前絶対許さんか。なるほどね。特特に特にじゃあ 特に、特にこう、みんなの、もう一つの。やこぱ、わかんない、直下当てはまるもの。結構全部そう思うからな。甘い上手多い甘い上手多いね。甘い上手。 ちょっとそれ自分でさ、なんか入れるのも嫌だけどさ、え、そうだ、甘い上手。かぁ、しょうがないな。ピーと捉えた方がいいのかな悪口大丈夫悪口じゃない。はい、続きまして。イケメンになったあなたさあ、好きな子にどうアプローチするまずは複数人での遊びに誘う。とりあえずご飯に誘う。デートに誘う。いきなりキスする。イケメンになってもひよって何もできない。あぁ、イケメンになったらかぁ。ちょっとまあいきなりキスしてもちょっと怒られなさそうだね。え、キスはやだ どんなにイケメンでもみんなキスはやだ。さすがにさすがに無理。いきなりキスは無理。やだ。絶対無理。えぇ、ー、でもどうすんのじゃ、キス会とかあったら行かないの集会 <laughs> イケメンだ。イケメンで。なんかそういうさ、企画じゃないけどさ、イベントあったらおもろいよね。誰だか顔はわかんないけど、イケメンは保証するっていうので。ね。で、パッて開いたら絶対キスしなきゃいけないみたいな。でも絶対イケメンないよ。絶対イケメン。無理。それでも無理。行かない。超イケメンだ。もしかしたら、 有名人かもしれない。無理か。嫌だ。無理。<laughs> ええー。うまかったら行く。<laughs> どういうことあ、キスの仕方がうまかったら行くのマジかよ。逆の立場で、僕も、め、っちゃ可愛いって保証できるイベントで、もしあるんだったら、いやでも、待って、ちょっと待って、考えてみろ。他の人もキスしてるってことだよね。ちょっと、それ考えると無理だわ。ワンチャンね、行 太一でもうその僕だけしか行けない。特別なあれ。やったらちょっと行ってもいいかなって <laughs>、えー。えいやでもだってさね。他のところではいやスキンシップとしてね。チューするところもあるからね。そうですよ。チューするところでもあるからさ。やっぱり、ね、だから僕だって。週ぐらいよ、ね。そらね。 <laughs> どうしよう。いきなりキス。まずは複数人での遊びに誘う。とりあえず。いや、デートに誘う。えー、どうしよう。好きになったらまたデートに誘うぐらいかな。でも、ちょっといきなりキスしてみたいって、イケメンになったら許されるぐらいの、ちょっといきなりキスもね、ダイナミックにしてみたいけど。まあ、デートかなちょっとデートにしよう。デートに誘う。さあ、来ました。これラストでございます。えー、イケメンなあなた、いよいよ好きな子に、いよいよ好きな子に告白するよ。どの出演し で告白するドライブデートの帰り道に車内で観覧車の一番上で初デートした場所で素敵な夜景をバックに家で2人きりの時のプロポーズかーなるほど結構でも全部どれもねロマンチックですね、えー、どこだろうイケメンななただイケメンだかでしょシナマイケメンロマンチック えー、どうしよう。ちょっとさ、初デートした場所、めっちゃ良くないなんかエモくないそんなことない。初めて一緒に行った場所で、もう一回、そこのところに行って、改めて、こう、やるみたいな。ちょっとエモいよね。普通のあれじゃない、あの、なんか、そんなさ、サプライズみたいじゃなくてもさ、なんか思い出の場所、ちょっと、お、おーってなるな。好感度持てる。ドライブ。 ちょっとベタだね。観覧車一番上は。バックもちょっとなーっていう。まあ、家で二人きりか、初デートだろうね。まあ、ボうイケメンになった時で、これでやられたら、ちょっともう、オッケーしちゃうぐらいまであるんじゃないのまあ、性格も考慮した上で、初デートエモいなこれにしましょう。さあ、か結果発表の、あれえー、ええー、えそうだろう？ちょっと違うイケメンが出てきてしまった。 違うイケメンなんだこれ結果 はいどう不器用派、イケメン不器用、後派っていうのこれ。なにこのイケメンそんな感じじゃないよ、僕。不器用かまあ、でも、まあ、不器用。イラストが違うだけで、まあ、それもわかる。ちょっと不器用な感じ。口下手で、あまり喋らない性格。あ、このは不器用、後派。感情表現が苦手な不器用男子。口下手で、あまり喋らない性格。人に甘えたりできないタイプ。嘘がつけない。イケメンハーフの人と気が合う。くぅ。なるほど。 ねちょっとあんま喋らないようにするか今後はなんか違ういやいやお前それイラストでよお,おいイラストで言ってるやろお前それこんぐらいもちょうぼだってねイケメンになったらこうなるからイケメンにこんぐらいなっちゃうよで僕だってオールバックしたらねこんな感じなのオールバックしたら <laughs> <laughs> 最後まで動画を見てくれてありがとうございますこの動画が気に入ってくれたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますチャンネル登録のやり方はパソコンの人は右のボタンから携帯の人はね概要欄にあるチャンネル登録ボタンをクリックしてくださいそしてねツイッターも毎日更新しているのでフォローしてくれると嬉しいですそれではまた次の動画でお会いしましょうバイバイ